上用市立北、上用中学校は、京都府上用市日向川町大佐にある公立中学校。学校給食センター方式の給食を実施している。略称は、北上中、北中。上用市北部を校区とする中学校で、高知は宇治市との境界線に接している。第5番目の市立中学校として、1981年に、 上用市立西上用中学校から分離する形で開校した。もともと上陽市における市立中学校の建設は4校の予定であった。しかし、当時建設予定の仮称第4中学校の立地場所が大きく東側に偏っており、今後西上用中学校も生徒数が増加することが予想され、さらには2小学校1中学校が妥当であるという判断から、 急遽現在の北、上用中学校が第5中学校として第4中学校と同時に建設されることとなった。ピーク時は全校生徒が1000人を超えたが、近年は少子化の影響により、1学年3から4クラス程度にまで減少している。上用市では、公立学校選択制が導入されていないため、この2校の小学校区在住の場合、私立中学校への進学は、 原則北、上用中学校となる。当初は、上用中学校、小学校2校、西上用中学校、同3校、南上用中学校、同3校、東、上用中学校同2校の計画であった。出展元東、上用中学校育友会創立10周年記念し、東の陽光1990年 AB、北、上洋中に、 白紙1987年2月16日付、毎日新聞、韓国の中学生、おかげ踊り満喫期た常用中で交流、京都新聞、2011年8月11日閲覧、ありがとうございます。